皆さんこんにちは、坂本光大です。今日ですけど、まあこんな感じでめちゃめちゃ雨が降ってる日なんですけど、まあ今日は何をするかと言ったら、まあトラクターに乗って、で分かるかな、こういうロータリーというのがあるんですけど、回転する刃みたいなのがついてるやつをトラクターにつけて、まあ、もうすぐ田植えをする時期なんで、まあ、土の、まあ、粒子が粗いと水分を含みにくくなるんで、これでぐっとかき混ぜて、でこの、まあ、土の粒子を細かくしてって、で水分を含みやすくするという作業を今日はしていきたいと思います。今日はこんな感じのトラクターで、田んぼを耕していくんですけど、こういう後ろに刃がついてるロータリーというものをこのトラクターにつけて、これで、粒子を細かくしていく作業をします。巻き数が変わるもんで、厚巻きとか薄巻きとかいうので、今までこれぐらい 180g ぐらいがあるという、これ午前中は 300g 巻いてたんで、今 180g、 まあこれ栽培しとったら見た目が全然違うで分かる。お湯が絶対これが一番大事、ちゃんと出とること、ああお湯、うん、熱い、あ、熱いですね、
とこれコースが変なやつだったら、はいはいはい、出口が開いてあるかとか、はい、で片方が水が落ちるかどうかとか、片方が落ちると垂れてるやつ、あそれがもしやっててこの辺が湿ってないなと思ったら、はい、これ打って、あ、はい、はい、でこれが引くと、これが調整な、はい、これが切れる感じで、うん、だからこっちが流れ込まれたら止めてって言われたからパンってなる、はい、で厚みがさ、まあこのそうなってってこういう感じで下に土が入っとって、うん、あの何が入っとって空気が入ってるんで、はい、このバランスも大事なので、向こう側ちぎるとここが溢れてバーッと弾いたりする。なるほど、で一番止まれるのはここ、さっきの方もそうやけど、はいはい、これ引っかかって止まってると一番バーッと止まっちゃうで、はい、これをカチッて直したりとか、ここをまず一応切り取って、わかりました。なるほど。Hey!